母上。お帰りになられたか。ちょうど良いところへ。たった今、今日の上杉の里からお越しを送ってまいったのじゃ。ここへ来ておさる。まあまあ、ほら、またポロポロと。かんしは、北条の嫁だともらいませぬ。生涯もらいませぬ。北条などと、北条など、こんな邪魔くな。高氏はもはやこのような鎌倉には住みとうないか。昔わしも思った。鎌倉には住むまい。そう思って10年が経ち、20年が経ち、もはや30数年だ。30数年経っても思いは同じだ。父上、うまいぞ。分かっておるぞ。清子の里のお越しはまことにうまい。母上。はいはい。高氏は。わかりました。高氏殿が嫌なら致し方のないこと。嫁取りの話は強いては申しますまい。それでよろしいか。父上にもしばしお考えいただきましょう。お、そうじゃ。その話はそれまでということにして、あとでよいゆえ、母の代人でこれを赤橋様に返してきてくだされ。赤橋の北条盛時様じゃ。北条。古今和歌六条の良い写しをお持ちと聞いてお借りしていたのじゃ。長々衆お借りいたしましたと礼を申し添えてくりゃれ。何も分かっておらぬ。赤橋でござりまする。